当て逃げで活動自粛中のお笑いコンビ、藤原の藤門こと藤本俊文52。だが、自粛に入ってから彼が出演する番組には、この番組は月日に収録したものです。のテロップが目立っている。こんなに出ていたのか。と意外に思う人も少なくないだろう。藤本が運転する車が、 東京、渋谷の交差点で別の車と接触事故を起こしたのは10月4日だった。ところが、彼は警察に通報せずにその場を去った。被害者が通報したため事故が発覚したという。所属事務所の吉本工業が藤本の当て逃げ事故を公式サイトで公表したのは1週間後の11日だった。 藤本はこうコメントを寄せている。この度は事故を起こしてしまい、また事故直後に適切な対応ができておらず、浅はかな行動をとってしまい、被害者の方に対して大変申し訳ない思いです。被害者の方にはご多忙の中で直接謝罪させていただく機会を設けていただきました。この度のことで自分が情けなく思うとともに、 このような被害に遭われたにもかかわらず、逆にお気遣い、励ましのお言葉をいただいた被害者の方には、言葉では言い尽くせない思いでいっぱいでございます。テレビのワイドショーや報道番組も、翌12日から次々と報じ始めた。そして同日夜に放送されたのが、ダウンタウンの浜田正人氏が MC を務める、プレバト。3時間スペシャル。 TBS 毎日放送制作だった番組名物の俳句で藤本は冷静名人だ俳句のコーナーに変わった途端この放送は9月8日に収録しましたのテロップが飛び出したその後もテロップ処理された彼の出演が続いているレギュラーは0本10月14日さんのお笑い向上委員会 富士テレビは9月8日に収録したものです。10月15日、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで。日本テレビは8月30日に収録しました。10月17日、コムドットって何富士は9月24日に収録したものです。10月18日は藤本本人の立ち会いのもと。 実況見分が行われたというニュースが流れる中、水曜日のダウンタウン TBS は8月19日に収録したものです。10月21日、さんまのお笑い工場委員会富士は9月8日に収録したものです。テロップが出るたびに、富士門って当て逃げ事故を起こしたんだっけと思い起こしてしまう人もいそうだが、 とにかく出演が多いことがわかる。民放ディレクターは言う。実は彼のレギュラー番組は0本です。本人も番組で自虐ネタにしていましたが、気になる金曜日 TBS という通販番組が6月に終了したのを最後にレギュラーがなくなりました。と言っても、単発やゲスト、準レギュラーの番組はいくらでもあります。 そのため、活動自粛になってからも出演が続いているのです。事故後に出演が続くのも珍しい。日本一のガヤ芸人、MC クラスやレギュラー出演者ともなれば、出演シーンのカットや差し替え、放送延期や中止などの大事になりかねません。ところが、フジモンはテロップ処理だけで放送されることがほとんどです。もちろん、 当て逃げは立派な犯罪ですが、幸い、相手に怪我もなかったこと、むしろ励ましの声をかけてもらっていることなども考慮されたのだと思います。そして、彼の出演はひな壇など大勢の中の一人であることが多いので、編集しても着るに切れないということもあるでしょうね。なぜ、ひな壇で重宝されているのだろう 日本一のガヤ芸人と言われるほど、ガヤで笑いにアクセントをつけるのがうまいんです。その言葉のチョイスは秀逸で、トークを盛り上げたり、時には新しいトークネタを提供したりと、バラエティ番組のノリを作るのがうまく、この世界では特別な存在です。ツッコミもボケもできますし、いじりもできて、いじられても面白い。 普段は気が小さく繊細な人ですが、本番ではどんな大御所にも臆することなくガヤを発することができる。芸人仲間から絡みの信頼も厚いですね。フジモンの持ちネタは思い浮かばないけれど。どんだけ、その場を盛り上げるのがガヤですからね。ただ、フジーではネタ作り担当ですし、愛子さんの持ちネタにしているどんだけ。 はもともとは、フジモンが新宿二丁目で仕入れてきたネタというのは有名な話です。愛子さんも認めていますし、それを譲ってしまうのも彼らしいところです。8月に収録した番組が10月に放送されているということは、今後もテロップ処理の出演は続くのだろうかしばらくは続くと思います。それほど重宝されてきましたし、 番組スタッフからも早く戻ってきてほしいという声が圧倒的です。活動自粛中に空いた椅子を奪われることはないのだろうか。フジモンの代役ができる実力のある芸人は見当たりません。が、自粛期間が長引けば、代役でなくても空いた椅子に座る芸人は出てくるでしょう。いつ頃、復帰できるのだろうか。 早ければ来年1月、半年自粛するとして来年3月の収録には戻ってくる可能性はあります。果たして、デイリー新調編集部。